水分かれ公園は、兵庫県丹波市上町石生にある公園。本州一低い分水海である、水分かれの近隣に作られている。丹波市石生地区には、本州一標高の低い中央分水海があり、その境界上にある道路の南に、加古川水系支流の高谷川が流れており、公園はその上流にある。なお、公園の少し下流にある、国道七十五号と、 国道176号が交わる十字路交差点は、水分かれ交差点といい、南にある国道176号の橋は、水分かれ橋である。高谷川の公園入り口付近に、用水路の分岐点が設けられ、用水路側は分水海の北側へ導かれて、ここを起点に黒井川、武田川、長谷川、由良川を経て、約 70km 先の日本海へ流れていく。また、 高谷川本流は、加古川を経て、約70キロメートル先の瀬戸内海へ流れていく。公園内には、水分かれ資料館、人工の滝や広場が整備されている。また、縁起式新名庁に記載されている、式内社である、武神社がある。市の概要丹波市ホームページ。丹波市。2019年1月15日閲覧。丹波市立水分かれ資料館丹波市ホームページ。 丹波市、2019年1月15日閲覧、ありがとうございます。